ようこそ。今日は諸事情があってここで撮らせていただきたいと思います。話の内容は何ともプロ場にふさわしいこの話、心不全になってしまう食べ物の話です。ちょっと最近はですね、食べ物のお話ほとんどしてなかったんで、今日はねしていきたいと思います。諸事情ってなんだよ。話の流れとしましてはですね、まず心不全ってそもそも何なのっていう話ですね。これもう最近ではですね、5人に1人がなっちゃう病気なんて言われたりとかしててですね、結構巷ではね賑わせちゃう感じのお話なんでございますが、僕もねかつてね、あの医学生の時はね、心不全ってそもそも何って説明しろって言ったら、心の不全なやつなんて答えてよく笑われたもんですが、今回はね皆さんにそういう恥ずかしい経験ねされてほしくないので、場所は場所なんですが解説させていただきたいと思いますよ。そしてですね、その流れの後にね食べ物のお話させていただきたいと思います。流れとしましてはですね、ここ濡れてんだけど、ホワイトボードもたくさん持ってきました。世界初じゃないでしょうかね、これだけのホワイトボードを秘密の場所に持ち込んだ男は。今日はねこういう流れでお話ししていきます。それでは行ってみましょう。レッツゴー。はじめに、心不全って何、置く場所がないのでこうやってやっていきたいと思います。はじめに、心不全とはそもそも何ってお話です。皆さん、心不全って何かご存知ですか？ちょっとわからない言葉、難しいなって思った言葉があったらですね、医学の世界では言葉をバラすっていうのがポイントです。ちょっと書いてますよ。心不全というふうに書いてあります。で、あ、そうだ、ちょっとねお偉いさんのホームページにね、心不全の定義すっごいわかりやすく書いてあったんで、ちょっと聞いてみてもらってもいいですか。心不全とは何らかの心臓機能障害、すなわち心臓に器質的およびあるいは機能的異常が生じて、心ポンプ機能の代償機点が破綻した結果、呼吸困難、倦怠感や浮腫が出現し、それに伴い運動対応能が低下する臨床症候群と定義される。あ、分かりやすいっすね。さて、今日ドクター橋、これね分かりやすく解説しちゃいますよ。まずこの心、心臓ですね。これ心臓です。さて、こっからが難しくなります。ちょっと字ちっちゃいかな。さあ、不全とは何でしょうか、皆さんご存知ですか？そうですね、これ、うまくいかないよって書いて、これ不全なんですね。うまくいかないよ、心臓がうまくいかないよ、心臓の動きがうまくいかないよ、これが心不全ってやつなんですね。あー、なんか知ってたような、でも言葉に割るとなるほどねって思うかもしれません。さて、心臓の機能がうまくいかないよ、さあここで一つ質問です。皆さん、心臓の機能とは何でしたか？ちょっと絵描いて説明しましょう。おそらく皆さん、血液を体中に送るって答えてくれた方結構多いんじゃないでしょうか。半分正解です。皆さん素晴らしいです。さて、半分正解といったのはどういう理由なのか、ちょっと書いていきますよ。心臓ですね、心臓はハート型なんてよく言われました。さて、これ心臓、なんでこれ穴開いてるのって思うかと思います。これ実はどういうことかっていうと、人間の体は全身血管でつながってるわけですね。血管の中、血液が流れて体中に栄養を送り届けてくれている、これが血管ってやつなんですけど、ここ心臓が中心なんですよ。これがせっ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 せのせっせっせと、まあ、こういう感じで全身つながってるよと、心臓ギュッてこう血液を送ります。そうするとヒュッといきます。さあ、これが50点、もう50点は何でしょうか。はい、そうですね、これ心臓が逆にギュッと開いた時には血液がヒュッとこう戻ってくるよということで、心臓ギュッハッギュッハッギュッハッってやって、シュッ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 ってこういう風に回っていくというのが心臓の機能なんですね。さて、皆さん、さっきの話に戻りましょう。この心臓の機能がおかしくなった、うまくいかなくなったよっていうのを何て言うかというと、はい、そうですね、これ心不全っていう言葉だったんですね。なので皆さん、心不全と聞いたら、あ、なるほど、血液を送りづらくなったり回収しづらくなったりしてるんだな、ちょっと心臓の機能がうまくいってないんだなっていう言葉で想像してもらえると嬉しいです。これを正しい言葉で言うと、心不全とは何らかの心臓機能障害、すなわち心臓に器質的およびあるいは機能的異常が生じて、心ポンプ機能の代償機点が破綻した結果みたいな感じで言うわけですね。これだから超わかりやすく言うと、心不全ってのは心臓の機能がうまくいかなくなっている、そういうことなんですね。そしてこの心不全が日本人すごく増えてきているということなんですね。さあ皆さん、ここからが本題です。さあ、どうしてこの心臓の機能が落ちてきてしまっているのでしょうか。さっき僕が書いたようですね、さあ、心臓が血液を送りづらくなったり回収しづらくなってしまう、これはどうして起きてしまうのか。はい、そうですね、これ実は一番大きな原因はですね、高血圧というものになります。高血圧、ちょっともう一回ですね、知ってるよっていう方もですね、復習がてらちょっと聞いてもらいたいと思うんですよね。高血圧ですね、高い、そして血液の圧と書いて高い血液の圧、これが高血圧ってやつですね。血液の
あれバランスでもよく分かんなくないって思った方、素晴らしいです。本当に丁寧に考えている証拠です。心臓がギュッと送りました。そうすると血液がギュッと流れます。さてちょっとこれ絵描きますよ。心臓がもしですね、これギュッと縮んだ時の絵、心臓がギュッと縮むじゃないですか。そしたらこの心臓の中にあった血液がギュッと送られるわけなんですよ。さてここの部分の血液ですよね、送られたのは。ギュッとちっちゃくなったここの部分の血液、ここの部分の血液がこれどこに行くかっていうと、ヒュッ、これ体中に行くわけですね。そうするとこれ体中にギュッとこうギュッと、この部分ですよ、この部分ギュッと、これ血液のこの送られた部分が血管の中にギュッとこう送られるわけなんですよ。だからこれこういうふうに血液が移動するような感じですよね。そうしたらどうでしょうか、血管にぶつかる血液、これどうでしょうか、圧、圧ですね、ギュッギュッギュッって、これギュッってなったらこれギュッって壁をどうするか、そうですね、これめちゃくちゃすごいパワーで押しちゃいますよね。グッて送られたからここのところをギュッてこうやって押して、これ伸びたわけなんですよ、ね、これギュッて伸びたわけです。なのでこれギュッといった時にはこの血管を押す圧力が上がるということで、上の血圧なんて言い方をするんですね。逆に心臓がフッてこう広がった時にはここの血液が、はい、こうやってシュッて戻っていくわけですね。血液の圧はどうなるでしょうか。そうですね、これ血液の圧逆に弱くなりますよね。ということでそれを下の血圧なんて言い方をするわけですね。ということで血圧にはですね、ギュッてパワーがあるときとギュッてこう弱くなるときと両方あるんですね。これが血液の圧、押すパワー、血管の壁を押すパワーという意味になるわけなんです。ちょっと難しいので軽く復習をするとですね、高血圧ってどういう意味だっけっていうときに血液の圧っていうのが出てくると、この圧っていうのは何？押すパワーのことだよっていうことですね。どういうことかというと、絵で言えば体中の血管を血液が押すパワーだよというような話なわけです。それ誰が作り出してんのっていうと、この心臓ちゃんがギューやったりホッて広がったりとかしてギュッギュッて血液を送るから、この血液が血管を押す圧力があるんだよと、そういう話になります。ちなみにですね、この上の血圧っていうのは何かっていうと、心臓がギュッとした時の血圧なので、これは収縮期血圧と言います。で一方でこの下の血圧、これは心臓がハッと広がった時、いわゆる拡張した時の血圧なので拡張期血圧って言うんですね。これなんかよく使われる基準としてはですね、これ120の80とか130の80とか、こうやって上とか下とかこうでかいやつとちっちゃいやつがあったりとかするのは、収縮期血圧と拡張期血圧を両方こういうふうに書いているというような話なわけですね。拡張期血圧が高い時ってぶっちゃけどういうことみたいな話なんですけど、この拡張期血圧っていうのはですね、これ一番広がった時の血圧が高いよっていうことなので、普段からもしかすると血管の壁が伸びにくくなってたりとかする可能性があるよ、ギュッて広がるパワーがもしかすると弱くなっていたりとかするときに、この血管に血液がたくさんあるような状況が考えられるよとかですね、もしくは病気じゃないのにこの拡張期血圧がもともと高い人っていうのもいます。これですね、その人の体質とかいろんなものも関係してくるので、主治医の先生に相談していただいて、解説聞くのが一番いいと思います。高血圧で誰が疲れてしまうのか、ヒントはこの絵です。高血圧、体中の血管に圧力がかかってしまう。そうしたら誰が一番疲れるか、はい、そうですね、これ心臓が疲れてしまうんですね。ちょっと皆さん心臓の気持ちになってみてください。いいですか、心臓、皆さんの心臓どうです？夜中ちょっとゆっくりしてますかね？休んでちょっと止まってたりとかしますでしょうか？しないですよね。これいつから動いてたか、いや生まれた時からって答えてくれた方も正解なんですけど、ぶっちゃけね、生まれる前からもうお腹の中にいる時からですよ、脈ね、触りながら、こうやって触ってもらいながらですよ、何秒に何回ぐらい、ちょっと数えてみてください。そうなんですよ、これ1秒に1回とか、こんなすげえ臓器あるかっちゅう話ですよ。そんな心臓ちゃんがちょっと疲れる、その原因は何か、はい、一番多いのは高血圧なんですね。なので普段から血管に負担をかけないような、そうすると心臓にも負担かけなくて済むよと、まあ、そういう風になってくるわけなんです。そこで大事なのが食事です。さて皆さん、心不全につながってしまう食事どんなものか、つまりそれは高血圧につながってしまう食事ということになります。今日はですね、心不全につながる食事を3つご紹介させていただきます。やっと本題ですね。お疲れ様です。心不全につながってしまう食べ物、1つ目、味噌汁、しかもインスタントのやつ。心不全につながってしまう食事の1つ目、味噌汁ですね。インスタントの味噌汁、皆さん多分飲んだこと絶対あると思います。
ちなみにですね、僕も、昨日コンビニで買いました。もうやっぱりね、ないとやってらんないですよね。このしかもさ、特にこの最近ですね、やっぱこれももしかすると高血圧の患者さんを増やしている一因になってるんじゃないか、もしくはそれが心不全につながる人をやっぱり増やしちゃってるんじゃないかっていう、話もあるわけなんですね。本当に喋ってて思うんですけど、ちょっと腰痛いですね。ごめん、ちょっと待ってね。これね、腰痛い、今これ座る場所じゃねえ。高血圧になってしまう、これ味噌汁がなんでだって、お前日本人じゃねえのかよって、まあ、本当にごもっともなんですけど、高血圧が心不全とすごく関係あるよっていうのはもう皆さんにイメージ湧いてもらったと思うんですけど、じゃあなんでこれ塩分が高血圧に関係あるのって、まあそういう話ですね。この絵をちょっと見ながら聞いてもらいたいんですけど、グッとこれ血液を送るじゃないですか。でこれ回ると、じゃあ何を送ってったって、やっぱ血液なんですよね。でこの血液がそもそもどういうものなのっていうのを知らないとこの説明ってちょっとできなくて、ちなみにこの、医学の話バババババするじゃないですか。この説明のことをですね、病態整理って言います。このね、病態整理ですね、これまあ難しいと思うんですけど、これ病態整理学とかってこれ学問なんですけど、この病態整理って何かっていうとですね、病気の状態、整理って何って、これ人間の体の仕組みのことですね。その病気っていうのがどうして悪いのかとか、その病気がどういう風になってしまうのかとか、それの原因は何なのかとか、その病気のことを詳しく知りましょうねっていう学問です。なのでめちゃくちゃ難しい話をできる限り噛み砕いてですね、できるだけ真面目に病態整理の話をこれ YouTube でしてるわけでございますよ。なぜこの高血圧が塩分によって起きてしまうか、その話をですねちょっと細かくしていきたいと思います。僕の動画長たらしいっていう方多々いるんですけど、僕もそう思ってますそれでもいいよっていう方はですね、この後見ていただいて、チャンネル登録とかね、高評価のボタンも押していただけたら嬉しいです。これ血管の絵ですね。すごく難しいですよね。これ血管の絵ですね。でこの中に何が流れてるかっていうと、そうですね、当然血液流れてますよね。さて全身にこの血ってのが流れてるわけですよ。なんかどっかズバッて聞いたら血出るじゃないですか。これ絶対に血が体中に流れてるっていう証拠なんですね。さてこの血、すっごい大事なものが流れているからすごいんですね。何が流れてるでしょうか。今ちょ4つ点点点点ってやったんですけど、はい、久々ですね、この話ですね。まず1つ目、赤血球。赤血球ってのは何やってるかというと、これ酸素運んでるドーナツ型の生き物ですね。次もう一つ、コロナで最近有名になりましたね、白血球ですね。何でも食べちゃうぜってやつがね、血液がビューッと泳いでてですね、もしなんかバイキンが入ってきた時にパクパクパクって食べに行くのはこの白血球ちゃんですね。そしてもう1つ、血小板ですね。血小板って板って書いてあるんですけど、これ何かっていうと、血管がちぎれたりとかした時にそこにペタ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 くっついて、これかさぶた作ってくれる、体中で止血してくれる素晴らしい生き物ですね。そしてもう1つ、これが超大事なんだけど実はみんな言えないやつなんですね。血小って言うんですね。血小、血小っていうのはもうすっごい分かりやすく言うとですね、血液の中の水のことを血小って言います。水があることで血液がうまく流れてくれるよということなんですけど、この水、ポイントはこの水なんですけど、水は何かの性質があります。何がありますか。そうですね、これいろんなものを溶かしてくれる性質があるんですね。ということで血液の中にはいろんなものが溶けています。ちなみに溶けないものは便として出てきます、まあ、食物繊維とかってよく言われたりとかするやつですね、まあ、それは便として出てくるんですけど、それ以外の超大事な成分たち、栄養素たちはですね、全部この血管の中にぶち込まれます。さてその中でもし塩を舐めたり、塩塩分を取ったりすると、この血管の中には、そうなんですね、これナトリウムっていうのが、この血液の中に溶けるわけですね。 NaCl っていう状態が塩の状態です。この NaCl が溶けてこの中に入るので、 Na+ とか Cl- とか、まあ、こういう NaCl、 この合わさってるやつが塩っていう成分ですね。この塩を溶かすと、これバラバラになって Na+ と Cl- に分かれて、この血管の中にぶち込まれるよと、血液の中溶けて泳いでくれるよということになるわけなんです。これ科学ってやつですね。もしね、この塩をこうやってね、ペロ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 こうやって取り続けたり舐め続けたりしてしまうと、血管の中のナトリウムの量どうなってしまうでしょうか。はい、そうなんですね、このナトリウムの量やっぱめちゃくちゃ増えちゃいますよね。でですね、これ恐ろしいことにですね、このナトリウムっていうのはね、一つのね性質があってですね、ナトリウムはさらに水濃いやってやる性質があるんですね。体中に血管があるわけです。で血液が流れてるわけなんです。この周りには体がやっぱりあるわけなんですよ。体中に血管があって、その周りにたくさん細胞たちがある、臓器があるわけですね。そこにもしこの血管の中にナトリウムがバン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 増えたら、水濃いやってやるんですね。これ血管の中に水をどんどん引っ張ってくるわけですね。そうしたらこれどうなりますでしょうか。血液の量は、そうなんですよ、めっちゃ増えるわけなんですよ。血液の量がめっちゃ増えたら、この血管はどうなるか、パンパンになりますよね。だからそれを何て言うかっていうと、高血圧と
というふうに言うわけなんです。ナトリウムの量が増える、水がバンバン入ってくる、そうすると血液の量が増える、だから血圧が上がる、そういう仕組みになってるわけなんですね。なので一般的にナトリウムの量はあまり取りすぎない方がいいよというふうに言われているということなんです。この血圧の仕組みね、まあ難しいわけですよ。他にもですね、この血圧をコントロールするために、まあナトリウムの量をコントロールする、ナトリウムの量をコントロールするためには腎臓がめちゃくちゃ頑張ってくれてる、これね本当にいろんな臓器が関係してきちゃっているから、逆にこれ今の治療法が本当に正しいのかなとか心配になったりとかもめちゃくちゃするんですけど、大体先生が処方してくれてる薬はガイドラインに沿っているので大丈夫です。心不全につながらないようにするためにはいろんな治療も確かに大事なんですけど、そもそも塩分を取りすぎないようにするということが大事と。意外に身近にあるもので、この間僕がコンビニにいた時に目の前のおじちゃんが目いっぱい買い占めてたものがインスタントの汁ですね。僕も欲しいなと思ってその後1個買ったんですけど、心の栄養的には大事なんですけど、やっぱりねスーツのおじちゃんがね買い占めてるような感じね、あれもしかすると1日で何杯も飲んじゃうのかな、ちょっと心配になっちゃいますよね。ということで今日は啓蒙的な意味も含めて皆さんには塩分取りやすくなってしまったからこそ皆さんに気をつけていただきたいなと思ってこの動画を撮っています。いいじゃないか、勉強になったぜって方はですね、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録をして次のね動画をお待ちいただければと思います。ちなみにですね、味噌若干塩分量あります。まあとりあえずざっくりね、インスタントの味噌汁っていうのはちょっと塩分量多いから気をつけなきゃなっていうのは覚えておいてもらえると嬉しいです。こういう風に僕が外来でね、患者さんにお話しした時に患者さんがねこういう風に言い返してきたことがあったんですよ。薄めて飲むから大丈夫だよって言われたことあるんですけど、薄めて飲むからって言っても全部飲んだら結局その中に入ってる塩全部飲んでますからね。薄めりゃいいっていう、理論はですね、全部飲んだら一緒になっちゃうんで全部一緒に取ってますからね。皆さん気をつけてくださいね。さて行きましょう。2つ目、心不全を引き起こす食べ物。2つ目、担々麺。皆さん担々麺好きですか？もう本当に好きですよ。担々麺ってあの響きがまず美味しいですもんね。しかしちょっと残念なことにやっぱりね塩分量が多いわけですね。しかもこの塩分量だけじゃないんですよ。担々麺の場合ですね、結構油分油分も多いわけですね。これさっき、血液の中にはめちゃくちゃいろんなもの溶けてるよって、特に結晶ってあの水の成分にはめちゃくちゃいろいろ溶けてるよっていう話したじゃないですか。ちょっとこういうふうに思う方いると思うんですよ。あれじゃあさ、これ水に溶けなきゃいいんだよねって、油溶けなくねって、血液中溶けねえじゃんって、どんどん油取っちゃいけねえのって思うじゃないですか。そう思ったあなためちゃくちゃ賢いです。僕それ検診の時に思ったんですよ。これ確かに油はこの血液の中に溶けないんですよ。ちょっとしか溶けないけれども、これ周りにですね実はタンパク質っていうコーティングをしてですね、この血液中を流れちゃったりとかするわけなんですよ。じゃあ溶けなくたって溶けるような形にして血液中流れてんじゃんって、一応油も中に入ってんだなって、まあそういう結論になるわけなんで、油溶けねえからいいじゃん、じゃあ食ってやるぜっていうのはですね、それも理論としてはちょっと通用しなかったっていう僕のね実際の検診の時の話です。皆さんも少しずつ、僕の知識どんどんシェアしていくんでね、皆さんにも楽しく勉強してもらえたらと思います。でですね、これなんで油が溶けるんだって、油溶けちゃいけないんだって話するんですけど、油が溶けるじゃないですか。油溶けるとですね、この血管の壁でですね炎症を起こすんですね。炎症を起こすとその部分硬くなります。硬くなることをなんというか、これまで僕の動画見てくれてる方は知ってます。はい、動脈硬化と言います。油が流れる、それで油がくっつく、そこで炎症を起こしてしまう。炎症を起こすと、はい、動脈硬化につながってしまう。動脈硬化を起こすと動脈が、はい、硬くなる。硬くなるとそこに血液が、はい、当たるのがパワー出てくるということで、これまた油が高血圧につながるって話でもあるわけなんですね。脂質異常症、高脂血症、健康診断で言われた方、高血圧の原因にもなっています。皆さん気をつけてください。油が高いよっていうのも一緒に指摘されてる患者さんにはですね、僕はいつも話をするのは、まず食事全部見直してもらうと。で、食事どんなもの食べてんのっていうとですね、油っぽいものか、もしくは塩っぽいもの結構多く取ってることがあります。なので、どっちかから減らしていくと、いうことができると、すごく相乗効果で両方とも良くなって、あれ先生のおかげで、油っぽいものを控えるようになったから、高血圧も治ったんだよっていう方がたくさんいます。で、一方で塩分控えるようになったら、これ高血圧だけじゃなくて脂質異常症も良くなってきたよっていう方よくいます。ごめんなさいね、早口だっていう方もいると思うんですけど、過去の動画もですね、早口で喋っています。冗談です。過去の動画もっとゆっくり話してることたくさんあります。ぜひいろんな動画見てみてください。だから担々麺気をつけてくださいねというような話になります。担々麺はね、心の栄養でございます。皆さんに気をつけて食事召し上がっていただきたいと思います。それでは心不全につながる食べ物3つ目、心不全につながる食べ物3つ目、ミートソース。
心不全につながる食べ物、3つ目はミートソースですね。ミートソース、何スパゲティもお前禁止してくんの、もう嫌いなんだけど、いう声聞こえました。ごもっともです。よくわかります。あ、ちなみに皆さん、ですね、今日食事3つ今言ったんですけど、ちょっと申し訳ないんですけど、コメント欄はですね、ネタバレ禁止でお願いしたいと思います。夜勤明けでゆっくり動画見たいよっていう方がですね、コメント見てて、あ、今日これの話するんだなんてなっちゃうと面白くないなって、つまんないなって思う方もいるので、皆さんにはね、ちょっとネタバレ禁止でお願いしたいと思います。ごめんなさい、話戻します。ミートソース、これ実は茹でる時に塩結構やっぱり使ったりとかするんですね。よくお店に出てくるものだったりとか、もともと味付けしてますよ系のものだったりとか、そういうのをですね、やっぱり塩分量ちょっと多いんですね。で、ミートソースだけじゃなくて、ナポリタンとかスパゲティとか、結構基本的にはですね、塩分どうしても上がってしまうものが多いです。なので、ここら辺はですね、気をつけていただけると嬉しいと思います。あ、でですね、今日いろんな食事のお話させていただいたんですけど、よいしょ食事の話ですね、この不調の見方っていう本にも書いてあります。ぜひね、コメント欄に概要を貼ってありますので、もしよければお手に取っていただければと思います。高血圧と心不全の話ですね、治療薬について、お薬もし使っている方でもうちょっと詳しく知りたいよって方は、このお薬の取説ですね。で、あれはですね、ちょっとあんま角川さんってすごいところで出させていただいた本なんですけど、全然売れてなくてですね、遠くのままにしておきたいと思います。いい動画だなと思っていただいたら高評価のボタンですね。あと、これからも、いろんな動画見ていきたいよって方はですね、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。以上、ドクターハッシーでした。ありがとうございます。なぜ今日、風呂場で撮っているのかどうでもいい話ですけども、工事やってるんですね。すごい、ドドドドドドって。で、この工事っていう音、騒音はですね、ものすごくこれ、人にストレスを与えるんですね。近くに飛行場が建設された、住宅街だったりとかするとですね、結構それでストレスレベルが上がって、その分心筋梗塞になる人も増えたなんていう、そんなデータもあったりするんですね。ということでですね、今日は逃げて、風呂場からお届けしていただいて、以上、ドクターハッシーでした。ありがとうございます。